なんか以前ですね、ツイッターの方でレイスの区内の色違いが出るというふうなツイートをして、でこの色違いの区内どうやって作ったのっていう人がちょっとね問い合わせあったんですよ。でこれなんですけどね、別にゲームのデータをいじったっていうわけではなくて、これ完全に納金アフターエフェクトで作ったんですね。まあこんな感じですね。だから、まあ、この区内の色なんですけども、まあ、当然色変えられまして、こんなこともできてしまいます。あ、これはこれでいいかもしれないですね。はい、どうですか、こんにちは、 TI からのプライスと申します。序盤にも見てもらったんですけども、レイスの区内のリカラー色違いっていうのが今後登場する可能性が浮上したというふうに以前もですね動画内でこちらお伝えしました。もしですね、このレイスのリカラーの実装に賛成と思ってる方もしいましたらね、ぜひとも高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。今回ですね、このレイスのリカラーに関しまして続報が入りました。でどうやらこのレイスの区内のリカラーなんですけども、シーズン16のリリースと同時にこちら実装される可能性が出てきました。ということでですね、今回はこのレイスのリカラー、じゃあ果たしていつ頃出るのか、そしてこのビジュアルについてね詳しく話していきます。でまずですね、今回こちらの情報を出したのが海外のハイパーミスト氏なんですね。でこの人がですね、とあるツイートを投稿しました。それがこちらなんですよ。でここではですね、1枚の画像とともにこのようなメッセージを投稿しておりました。来シーズンの区内はモデルの変更はなく、新しいビジュアルエフェクトと赤い光で彩られているようですという風なツイートを出しまして、でそれがこの1枚の画像なんですけども、この画像自体がですね、どうやらホロスプレイのビジュアルらしいんですね。でこの赤とアバーブという風なメッセージとともに、このようなレイスの区内がこちらかたどられているんですけども、今回このホロスプレイがですねシーズン16で実装された上で、このレイスの区内のリカラーっていうのが今後登場する可能性があるらしいです。でこれに関してはですね、様々な意見が出ているんですよ。でその中で最も多いのが、このレイスのリカラー自体は果たして追加で課金する必要があるのかどうかという点なんですね。でこちらレイスのリカラーの自分が作成したビジュアルなんですけども、まあこんな感じで現状ですね、約5色にわたってこのレイスのリカラーが展開する可能性が浮上しています。でこちらはもうすでに開発側でテストが行われている段階なんですけども、このリカラー1つにつきいくらなのか、それともこのリカラーを解除するのに追加で課金が必要なのか、こうしたところがまだ全く不透明な状態なんですね。そのためここに関して疑問を投げかけるプレイヤーっていうのが現状かなりいるわけですよ。ただどちらにせよですね、このレイスのリカラーっていうのが今後シーズン16で登場する可能性が現状さらに高まった状態なので、これですね、もし皆さんの中でこの色好きとかね、まあそういったコメント何かありましたらコメント欄にお書きいただければ幸いですっていう話でした。っていった感じで今回の動画以上となるんですけども、もしねこちらの動画にてこのレイスのリカラー実装されたら結構嬉しいと思ってる方もしいましたらね、ぜひとも高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。